が多いね。多いっすね。ね、差が最高をもらうためにいっぱい食べない。せーの。いや、昨日夜さ、大将が送ってきてるんだよ、ラインバー。びっくりしたわ。この写真やろ。あいつ、超ロン毛になってさ、最高やりますわ。我がキア戦でさ。公開処刑もいいとこやな、俺たちここでやらされてさ。まあね、カメラさんのね、お父さんが一生懸命やらせてますからって、はい、何の話やねんって話なんです。今日、皆さんに配布されてますね。うんうん、実はこれ L サイズらしいです。L サイズでこの大きさ。何アピールそれ。痩せましたアピール。いや、もうぜひともあの。今はね、パンパンなのに。そう。なんかね、大きいサイズを用意してくれたら。背中は？そういう人用意。背中なんか大きくなってくれる。おー、はいはい。17番が入っとわけね。左袖、なんかワンちゃんが。左眼、左眼下と。ロマンしたとかマスコットでしたから、はい、まあいろいろあるね、はい、まあ、ちょっとこのユニフォーム着て今日はたくさんの、ね、サポーターが応援することでしょう、はい、そうですね、はいはいはい、さあ先週ね、はい、ちょっとね、ここ3試合から話さなきゃいけないから先々週、まあまあもう、あんま話してもさ、こう明るい話題じゃないけんね、そう、まあ、先週ちょっとお休みしました、すいません。あのちょっと私がね、あの魚釣りを趣味でやっておりまして、ちょっと取材の方に行っておりましたんで、ちょっともう敗戦したということで、撮影する気力も失せておりました。カットトラしとった。カットトラしとった。あ、じゃあ100%しとった。じゃあもうテンションが乗り切らんやったもん。じゃあ、まあ、もう申し訳ございません。本当申し訳ない。はい、もしね、私魚釣りの方も一生懸命やっておりますんで、概要欄に貼っております、はい、釣りチャンネルの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。試合の話。はい。試合の話。すぐ。カットする。まあ言いたい。まあちょっと今日はね、もう残り7試合、今日含めたら残り7試合かな。ですね、はい、もうだいぶね、もう終盤に差し掛かってきましたけど、はい、ACL 出場というね、ところを目標にしてますけれども、まあちょっと若干厳しくなってきたなと。もう黄色信号どころか。まあでもまだ諦めることはない。まだね、はいはいはい、7試合残ってる。ここ全勝すればもう全然わかんないし。そう、うん、はい。まあ直接対決もあるしね、後半とかも。まあ、またここ一戦一戦大事に勝っていってもらいたいなと思います、はい、で今日の湘南戦、はい、注目するポイントは、そうですね、もう開幕戦をね、実はほら湘南さんとやったじゃないですか、うんうん、だからさっきも言ったようにね、もう今日から開幕戦ともう一度、うんうん、ね、もう本当今日ここからまたスタートということでですね、しっかり勝ってまた次の試合につなげていくためにもですね、はい、まず湘南さんを今日しっかり勝って、上を目指していきましょう、はいはい、シンプルに以上です、はいはい、まあ本当そうですね。じゃあ兄貴は、スタメン見てないんじゃね。もう出とるな。出とるよね。あ、本当。うん、まあ出とるやるけど、もうここ3試合ゼロ得点中のが悔しくて。そっか。うん。そっか。なんとかもうまず1点先取すれば、そうですね。今までの試合で負けたことないと。はい。うん。逆に1点でも先取されれば逆転勝ちもないという結果やけ。とにかく1点目。はい、そうですね、もうがむしゃらに頼みます。お願いします。お願いします。じゃあ、いいですね、はい、今日はもう絶対勝ってもらいましょう、はい、でね、まあ、ここ数試合のね、フラストレーションのサポーターもたまってますんで、今日は佐賀最高のユニフォーム来て、佐賀最高、はい、我々に歓喜をね、見せてほしいなと思います、はい、それじゃあ行きましょう。はい、よし、今日は絶対勝って。いや、スポンサーススポンサー紹介がありました。監督、スポンサー紹介お願いします。今日準備してきました。今のマジやった。マジ勝った。はい、今日はベストアミニティさんです、体に優しい、美味しい、健康ということで雑穀米とナチュラルクック、販売されております。まあ、もうご存知の通り、内田会長がですね、サガントスの会長になられて、まあ、赤星さんもですね、系列の会社も立ち上げられたりしております。もう長く長くスポンサーいただいております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お待たせしました。忘れておりました。大丈夫大丈夫。はい、それ、はい。じゃあもう、まあ、さっきも言ったけど、もう数試合ね、サポーターもフラストレーション溜まっております。溜まっております。ね、なんで今日はスカッとする気分のね、はい、いい試合を見せてほしいなと思います。はい、ぜ今日は絶対勝つ。サガントゥース。はい。はい。はい、おい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 、元気出して元気出して。いやいや、ちょっとこれいやいや、やろうとしてるから
まあまあね。ね、糸は見えてるよ、攻撃の。まあ、まだボールはもう出てるんで。そうそう。もう少しなんで。ただ、ゴールがね、今最近点が取れてないっていうところ。そうね。で、ちょっと先制されたら、ちょっと嫌やなっていう感じはするね。まあ、シュートの時もね、来たと思って打つのがちょっと早かったり、やっぱ焦りもあるのかなと思うけど、そうね、もう流れ変えるの自分たちでやるしかないけん。相手がね、勝手に潰れてこるわけないけど。綺麗に繋いでいくのもね、そうそうそう、いいけど、やっぱもうゴール前はもうちょっとアグレッシブにさ、ね、シュート打って終わる、それでいこうよ、そう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 、ね、シンプルに繋いでいこう、絶対次、後半点、逆転してもらおう、そう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 、そう、ウッ、バモス、そのとおり、はい、終わりました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いやー、よう追いついた、追いついたね、ね、苦しかった、苦しかったね。なかなかね、自分たちのね、流れにならなくて苦労してるなっていうところが分かりましたけど、なんとかね、最後魂込めて、そうね、気合で一発なんとか沈めてくれたなと、あ、まあ後半のね、はい、選手交代がね、はい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 、良かったのかなと思うよね。そうですね、やっぱ坂井選手、相良選手、はい、小山選手、はい、まあね、ガンガン仕掛けてさ、そうですね、まあ、ゴール前で勝負した前半とやっぱちょっと違うサッカーがね、見れたのかなと思いますね。兄貴どうやった？まあね、冒頭言ったように、得点取らんと、ね、勝ちにつながらんということ、あと失点しても、まあ、1点取れば追いついて、負け、まあ、最悪の結果はしのげたかなと、4試合ぶりの得点、酒井君、見事やった ね、うまい、あの中に切り込んでからの、 ちゃんと当てるっていう、もう本当ね、後半もうちょっといいところあったけど。うん、あと1点取れば逆転というところもあったけど、そうですね、まあ、勝利はもう次の大阪戦に、そうですね、そう、あと、まあ、岩崎選手もよう頑張った、あ、そうですね、本当すごかった、みんなよう頑張った、とにかくまずはね、一休みしてもらって、はい、頑張戦にまた向けて、そうですね、練習してもらうしかないかなと思ってますね。また、はい、次の試合も、はい、勝利を期待して。そうですね、はい、いきますか、次の頑張戦絶対勝つぜ、そこーん、ドゥーズ、声が出ないと、そこーん、そこーん。